22歳で脳出血を発症して、その発症の原因が検査の結果、脳動静脈奇形という、脳の血管の異常であるということが確定されました。それに対して、処置をしておかないと再発の恐れがあるということで、私は意識がぼんやりとしていたので、直接その方針決定の話し合いに加われるような状態では当時ありませんでした。でそこで主治医の先生と父の話し合いで、父がとにかく再発防止を最優先に考えるという方針のもとに、完全摘出という選択肢を選びました。ただ、親の承諾を得ているわけですけども、病院側としては当然可能な限り、責任問題として、本人の承諾、当時22歳で成年に達しているわけですから、を得る必要がありますし、その法的な問題ではなくて、その倫理的にも、やはり患者と医師との信頼関係という面でも、当時の主治医の谷坂先生は、きっちり私の方に、そういうこと、こういう感じの手術をやるということを説明する機会を持ってくれました。はっきり言って専門的な話なので、そのぼんやりとした意識の中で聞いていて、わからなかったんですけども、患者の立場として気になるのは、それで結局どうなんだというようなところなので、これって難しいんですかというようなシンプルな質問をしたら、はっきり言って結構はっきりした物言いをする先生なので、難しいよというふうに包み隠さずおっしゃいまして、いろんなリスクもあると。当然の脳を再び切るわけですから、最悪死に至るようなリスクもあり得るというようなこともおっしゃいました。それによって私は2回目のその手術を迎えるまでに、結構不安に苛まれる日々を送るわけですけども、後々振り返ってみると、この時言ってくれたっていうことは良かったと思っています。